株価。株価、株価、英国、米国とは、当該の株式に関して、株式市場において、実際に約定があった価格のこと。できね。なお、売り注文、または買い注文として、売り手や買い手から希望の値段が一方的に提示されたものの、実際には、約定に足らない値段のことは、と言い、一般に、株価とは、区別されている。 株価は一般に株式市場が開いている間は様々な物事の影響を受けて変動する。基本的には長期的にも短期的にもまたついたちのうちでも株価は変動しうる。株価は一般に長期的にも短期的にもまたついたちのうちでも変動し様々な値を取る。理論的には売買が成立したすべての価格の数値が株価であり、現代では 市場のサーバのデータベースに残された記録の形で存在し、大量の数字の羅列となり得るもので、変動を続けるその株価を数字の羅列を避けて、視覚的に表す場合は一般に複雑に波打ったグラフの形で表現されることになる。ある一日の株価に焦点を当てた場合は、当該日に市場が開いてから最初に取引された株価は、最後に取引された株価は、 立ち合い時間中で最も高い株価は、最も安い株価はと呼ぶ。これら四つの値は、と呼ばれている。なお、証券取引所内で売買取引をする際の株価を、呼び値とも表現する。株価は、呼び値単位を最小単位として変動する。もともとは、株価は上型にも下方にも自由に変動し得る、ものだったが、株式市場の運営者によっては、 あまりにも急速な変動は好ましくない。市場参加者にパニックが起きることは防止した方が良いなどと考え、1日に変動できる株価が一定の範囲に制限している市場もある。この場合の制限が値幅制限で、株価が値幅制限の限界まで急騰、暴落することをそれぞれストップ行、ストップ安という、ただし株式が上場された初日において、 はじめ値が決定されるまでの間には値幅制限がない。日本の株式市場における株価の決定方式は大きく二つに分けることができる。一つはオークション方式といい、売買当事者が希望する価格と数量を証券取引所に告げることにより、証券取引所側で役場を行うもので、日本では一般に使用されている決定方式である。もう一つは、 マーケットメーク方式といい、マーケットメーカーとなった証券会社が確実に成立する気配値を出して売り方と買い方を募るもので、日本ではごく一部の銘柄において採用されている方式である。株価を動かすような要因を材料といい、直接的に株価に影響を及ぼす内部要因と間接的に株価に影響を及ぼす外部要因がある。 株価変動の内部要因は、株式数の増加や減少などによって、株式の受給に直接的に影響するものであり、増資、株式の分割、株式の消却、株式の持ち合いの解消などがある。一方、株価変動の外部要因は、株価の形成に間接的に影響を及ぼしているものであり、会社の内部からもたらされる要因、企業業績の状態、 新製品の開発、発表、発売、企業の合併や買収、リストラ、企業の不祥事などと会社の外部からもたらされる要因。株価指数、金利や、為替、物価などの変動、国外での戦争や政変、自然災害の発生などがある。株価の形成には様々な要因が絡まっており、そのメカニズムは極めて複雑である。株価決定の最大の要因は、 企業業績とされているが、実際の相場では、好調な業績が発表されても投資家がこれ以上の成長は期待できない、好材料が出尽くしたと判断すれば、売りが優勢となり株価は下落する。反対に、業績の悪化が発表されても投資家がこれ以上の業績の低下はない、悪材料が出尽くしたと判断すれば、買いが優勢となり株価は上昇する。 このように将来の企業業績などを織り込みながら、株価が将来を先取りして変動することを、株価の先見性という、金融市場のグローバル化や IT 化により、世界中の株式市場が連鎖的に反応することも多くなっている。株価の変動を視覚的に把握するための図のことを、経線表、チャートと呼ぶ。米国ではもともとは、主として、スティックチャート、縦長の棒に、 小さな汚染が入ったものばかりが用いられていた。が、後に、日本のロウソク足の存在やその利便性が、アメリカ人にも広く知られるようになり、米国ではそれも広まった。日本では、四本地を、ロウソク足、ある期間内で、始め値に対して、終わり値が相対的に上げたか下げたかが色で、直感的にわかるものが、最も普及しており、スティックチャートはほとんど用いられない。 各国の投資家が株価をうまく予想しようと、ある期間内の4本値だけでなく、前後の値の影響も組み込んだ、様々なチャートを開発した。例えば一目金公表などである。特定の市場全体の動向を把握するために、その市場で売買される複数の銘柄の株価をもとに、算出した値が株価指数である。特に著名なものとしては、米国のダウ平均株価、 英国の1 0百種総合株価指数、ドイツ株価指数等々が挙げられる。日本国内市場の指数としては、東証株価指数、トピックスや日経平均株価225などが有名である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。